ライザ、ここは学生が多い区画なんだ。遊ぶなら別の場所へ行け。遊びに来たんじゃなくて、ボースを誘いに来たのよ。ほら、そろそろお茶の時間だしさ、一緒にお茶飲みに行かない？それはどう考えても遊びの誘いだろうが。俺は読んでおきたい本があるんだ。もう、勉強勉強ってそればっかり。少しは休むことも必要だよ。タオとレントも一緒なんだろう。うるさくて休めたもんじゃねえ。ああ、あの白状二人組は来ないから、今日は私とボースの二人。私とフィーとボースの3人よ。なるほど。そういうことなら少しだけ付き合ってやる。ライザには聞いておきたいこともあったからな。聞きたいこと？って感じで、ラーゼンボーデンはいつも通り静かで緩やかでまったりとした平和な村のままだよ。そう。で、他に聞きたいことは？いや、十分だ。俺の離れていた3年間、特に大きな問題は起きていないようで安心した。ランバーもしっかりと父さんの警護を務めているようだしな。それにしても、まさかこんなに島とか村のことをいろいろ聞かれるとは思わなかったわ。俺が戻った時、島の様子がわからなければ青役であるブルネン家の人間としては失格だから。それで、お前は？はい。ライザの方はどうなんだ？先生をやってるんだろ？成り行きでね、錬金術を教えるはずだったんだけど、普通に勉強を教えるようになっちゃって。まあ、正式な教師ってわけじゃないから、小さい子限定の先生って感じでやってるよ。意外だな。何よ、どういう意味？村の同世代で一番しっかりと大人の道を進んでいるのがお前だということなら、俺はてっきりタオか俺のどちらかだと思ったが、変わり者だ。な、何よ突然。それ褒めてるよね。意外だと驚いているだけだ、調子に。はいはい、まあ同世代一のしっかり者なんて言われてるのも時間の問題でしょ。こっちですごく勉強して大人になったボースが帰れば、同世代一のしっかり者の座は剥奪確定だし。当然だ。それで少しは休めた？余計な心配すんじゃねえよ。ブルネン家の男はヤワじゃないんだ。ブルネン家の男だって人間でしょ。レントもタオもボースのこと心配して。ってボース、その手どうしたの？豆だらけでボロボロじゃない。あ、まあこれか。気にするようなことじゃない。そういえばレントも気になること言ってた。勉強以外にも何かやってるの？さて、俺はそろそろ行くぞ。悪くない時間だった。島のことも聞けていろいろと安心できたからな。あ、ボース、言っちゃった。聞いちゃいけないことだったかな。